被災だから中性バイパスに入ってまう方のが楽っちゃ楽か。そうだな、ちょうどね中性バイパスから抜けて被災の駅前の方に地下鉄道に入ってしまえばそのまま進んできますからね。このあたりですね。白子も鈴鹿市内かその繁華街ってどこなのって言われると難しいところなんですよ。一番繁華街かなって認識が高いところはここではないか、23号線沿いのところなんでね。ホンダっすからね、まあ正確に言うと白くじゃないですけどね、ホンダがあるのはまあもうちょっと、平田町寄りの方なんで、32段の住所、ホンダ機械の工場があるとかね、あっちの方とかの方になるんで山の方ってやつなんですけど、やっぱ、玄関口って言われると多分この白く駅の方のがねイメージが強い。まあホンダがあるからっていうよりは鈴鹿サーキットの方の影響だとは思いますけど、ありますんでね、その兼ね合いとかでこっちの方にあるのかな、まあ、っていう感じで、でその通りの通りのところのここの辺りの方が、まあ有名かなってところにしますよね。ちょっとラーメン寄ってきたってのもあってるのかな。
フォーマートになったんや。四日市のところ止めたよね。あ、で、こっちに移ってきたんや。多分、犬木のところにポコッと入って、ポコッと作って、ポコッと打って、移動していくっていう感じのあれなんでしょうね。いわゆる業界でいうエナ戦法ですよね。うん、あのハイエナのエナね。うん、いつになくトークが進まないいやさすがでね、体力が来てますからね。それに花粉症が来てるんでね、今年はきつい。うん、雨降ってるな。あ、そうや、ここ、オープンがなくなったんだ、あれ。あ、